こんばんは、スプリングです。私は今静岡県富士市、ここは JR 北海道の新富士駅です。本日は2121年8月の13日でしたかね。今からね、東海道新幹線に乗ろうというか見に行こうかなと思っております。こちら新富士駅ですね。まあ、ご覧のように JR 東海がなくなりまして、日本すべてが JR 北海道というふうになりました。いやいや、東海道新幹線もかなり簡素化されたようですね。新幹線の駅なんですが、改札がないですね。まあやはりもう全自動化されてるんでしょう。人間の役目は全て AI に取って代わられております。おお、簡素化されてますね。降りてみましょう。いやすごいですね。もう改札を通さなくても新幹線に乗れる、まさに夢のようです。というわけで降りてきました。こちら新富士駅のホームになります。いやいっぱい線路ありますよ。まあリニアモーターカーが終了になると思ってましたけど、なってませんね。このように待合室もあります。さあ、そしてこちらには未来の新幹線超高速列車が止まっております。こちらは今運転されているんじゃなく回送として止まっているようですけども、いや未来の新幹線はこういうのに乗るんですね。しっかりと新富士駅というふうに書いてあります。もうそろそろこちらの方面から新幹線やってくるはずですけども、いややっぱり2121年でも貨物列車はあるんですね。新幹線に貨物列車が通るようになっております。たくさん止まってますね。まあ、今ではドローンとかが荷物を運ぶのがね主流になっておりますが、まあそのドローンをね飛ばす前にはこういうようなコンテナで目的地まで持っていくんでしょう。さあというわけで新幹線やってまいりました。まあ、接近音とともにね奥の方から新幹線がやってくるはずですよ。プー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 言っております。新幹線に踏切あるんですね。いや不思議なもんで、静岡県にもこのような電化されてない新幹線があるんですね。白色のキハ40と呼ばれる未来の高速新幹線がやってまいりました。ハイビームがかっこいいですね。お、ワンマンと書いてありますよ。未来の新幹線ではこのような運転士だけで運転されているようです。かっこいいですね。さあこちらは光号ですかね。今ドアが閉まりました。しっかりとこの新幹線にもデッキがついております。しっかりデッキついてますね。窓も新幹線のように小ぶりです。まあなんてアホなこと言ってるんじゃなくて、ここは JR 北海道の新富士駅です。根室本線ですね。この向こうが
釧路駅というふうになってます。根室線に関しては終着の根室まで続くんですが、まあ、特急列車などはこの釧路で、止まってしまうのが多いようですね。この駅はすぐそばにね、このような貨物の駅がありますね。最初の方映ってたと思いますけど、こちらには貨物列車を乗せる呼気が止まっております。まあ、今お盆休みということで、まあ、貨物は運転されていないようですね。まあ、新富士もそうなんですけどね、この新お楽し系っていう名前も、なかなか面白いなと思いますね。まあ、お楽し系というのはどんな字書くのかというと、大きい楽しい毛というふう書くんですけども、毛はあの人間と動物とかの毛の、まあ、簡単な字のやつですけどね。非常に面白い。こちらの方が釧路方面というふうに書いてありますけども、北側を見るとね、もくもくと煙が上がっております。あれは火事ではありません。製紙業ですね。まあ、紙を作っているようなんですけども、まあ、大王製紙だったかな。まあ、苫小牧とかにも工場が大きいのがありますけどね。まあ、確か静岡県の富士市に関しても製紙業が盛んだったので、本当によく似ている町だなというような感じです。まあ、町の規模としてはこちらの方がね、だいぶ小さいんですけどね。こちらにも煙突がありまして煙が上がっております。いや、確かこの釧路っていうのはこの、まあ、製紙業と、あと有名なのとしましては大塚製薬ですよね。オロナミン C とかポカリスエットをこの辺りで作ってたんじゃないかなと思うんですが、まあ、ですのでこの辺で作ったやつをこれらのコンテナに乗せて、いろんなところに日本全国輸送するんでしょうね。というわけで、ちょっと今回アホな動画でしたけどね、写真も一枚撮っておりませんが、まあ、ちょっとやってみたいなと思ったことがありましたのでやってみました。これだけです。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。こちらのチャンネルでは鉄道写真を主にした動画を投稿しております。動画がいいなと思われた際は、チャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。